ります。さあまたにムードで続くこの大会ですが、さあ、1P がバカペトラ、2P側にはルットンデン、リーゼ、1P側にはペトラですね。光とどっちだ、パルティナス、あいかな選んでたのはペトラ側、リーゼ側は光行くぞ、ミルドレッドを行っていく。さあ冗談いないついてくるか、なんとかいなして、さあ画面端姉さんの女引から見ると召喚。さあバレーボール見るの裏回りキック、姉さんがちょいちょい暴れている。さあスウェーシャイギー、しかし姉さん突っ込んできて、さあ浮かされて空中投げに行くが時間はなかった。シースイビービームビームビーム遠距離戦。さあ姉さんも飛んでくる。さあロブディからなんとか割り込んできて射撃連発。さあチャージからビーム。さあ長弾、しかし姉さんの戻りが当たってなんとか知らないけど、ここで空投げ入る。さあまず1本取っていくのはアルトネン・リーゼ。さあラウンド2、すっごいハイジャンプから姉さん動かされてバストしてしまった。しかし何とかガード、スウェーからのシェイキー成功。さあ画面端取り返す。さあスウェーバック取って、さあ空間をうまく持っていく。いいダメージ半分も減ってしまった。さあ弾チャージ、エングリセンビーム、弾ホーミング。そしてコパンで追い払われるが何とか、さあまだ牽制に持っていく。さあ長男展開、しかし姉さん通りますよからのだ。さあこまめにゲージを使いチャージして上段を展開していく。さあ頭を置いてビーム弾上段。さあ画面制圧していくが、ここで姉さん当たったんでバースト使う。さあミルドのフィールド展開の方だった。ミルドを追い払われて、さあ17歳復活。しかしここでフォース切れ。さあとにかく遠距離牽制で何とかしたいが、まだ残り10秒あるよ。フィールドからで、さあスウェー打って、さあなんとか空刺し1本取り返す。さあ両者ともにもう2ゲージ以上溜まっている状態だが、ここでどうだ、両者ともにさあ体力が並んでいくが、ここでうまくペトロが刺して空港持っていく。さあちょっと拾い見せてしまったが攻め直し、さあ蹴り飛ばす。さあイータギックからさあ垂直時を置いていくが、ここでリーゼがなんとか自分のターンに持っていく。しかしなんとか牽制、しかし長弾で思うように攻めきれない。さあダンクシュートして姉さん来るが、南部ロック外してしまう。しかし 4D かわすバーストを使う。さあ逆にリーズはバーストまで使わせる。クー投げ入ってマーキング逃がしたくない。さあフィールド置いて、しかしこれどうなんだ、アルカのホーミング嫌な追いかけっこ始まって、さあ空攻撃刺さってこれバーストないか、いける。あーどうなるの、何してんの、 DD 置いてスウェースウェースウェー 5D 投げ勝利したのは、アルトネン・リーゼということですね。さあ次、応援キラー対北村リーゼやっていただきます。じゃんけんからコンパネお願いします。じゃんけんぽい、あいこでしょう。さあ、応援キラー 2P 側、1P 側に北村リーゼですね。アルトネンさん
ちょっとあのカウンターので、カードのですね、ちょっと番号を間違えちゃったんで、再作成だけこちらさせていただきます。申し訳ないっす。さあ、アルカナ選択。やはりキラーは鋼につなげて、こちらも森本で、やっていく。さあ、ラウンド1始まり。まず種を置いて、人形出して、ボディプレスして、バスター。さあ剣ぶっ刺してすげえ痛いなこれ1万1000ヘル。さあ猫魂はしっかり、小判刺していく。草刺して、さあこれで方向キーがわけのわからない方向になるが、バースト使っていく。さあ 4D バスター投げていく。さあ急降下、しかししっかりガードからやりますが遠距離戦。さあ遠距離の間にゲージ溜めていくが、ケリーの総裁判定。さあボディプレー投げ逃げて、さあここで剣を先に刺していく。しかし姉さん突撃、姉さん戻り、空攻撃当たり落としてダメージうまく取っていく。さあケリー外してしまい姉さん振ってくる。さあ危ない、しかし掴んでバースト4だか、しかし姉さん振り回し当たってドットで勝利したのは、まず1本北村リーゼさあ応援側のコンパネからは何だよとの声が飛んできているが、ここでうまく気を取り直してバスターつなげて、さあ空を置いて AB 置いて、さあシールドいつの間にか溜めていた。さあここで起き上がりしっかり駒投げ、いいダメージ。さあ屈指刺さるが掴み損ねる、そしてもう一回掴みたい。さあうまく 4D 避けて落ち着いて投げ、さあ1本はしっかり通り直していく。しかしゲージはリーゼの方がモリモリ溜まっている。さあボディプレス走って、さあコンコン、さあコンコンメモリアルからのさあ対空投げ暴れていくが総裁に行く。しかしうまく攻め継続して、さあコンコンしていくが逃がしてしまう。キラーうまく逃げて鋼さあ溜める。さあここで剣舞させて急降下、しかし 6D からリーゼが暴れていく。しかしこれは種が危ない、姉さん飛んでくる、姉さん総裁も物ともせず突っ込む。さあ足払いもうやって、さあここでアルマゲドン死ぬかな、あ死なない。さっき直してバースを吹っ飛ばし、しかし剣でなんとか牽制。さあめぐりしっかりガード、バースト1回。さあ両者ともにバーストには耐えれない総裁、しかしスタでこれ体力吸収。さあ並んだ、さあめくってつなげられなかった、相手またもドット、またもドット、しかしここでアルマゲドンさあ勝利したのは応援キラー、これで2勝ですね、無敗2勝となっております。さあ次やっていきましょう。なんだっけ今やったの5戦目かな、6書いてあるやつだから、キヨシエルザ対、ゼンジクラリーチやっていただきます。最初はグー、じゃんけんぽい。さあ、クラリス対エルザということで、2P 側に座るのがキヨシエルザ、1P 側がゼンジクラリーチェ。さあ両者ともにアルカンの牽制が始まる。水光闇みたいなさあ両者ともにギア時見て210。さあサルバチが、グラリスで、あっちが、シャイリグラーマですね。さあ運かな罪かな。さあいきなりめぐり刺していく。今回エルザすごい強化されてるんで、ラッシュ力に
ここは取られないようにしていきたい。さあ総裁総裁めぐりに離して詰め置いて、しかしここでどうだ、フルコンは刺さらない。さあペシペシ叩かれているが、なんとか返す、距離離して、さあしかし依然ターンを握っているのはエルザ側か。なんとか牽制仕返し。